はい、こんにちは。高卒認定の世界史平成24年の第2回の大門さんですね。今回から大門さんに入っていきます。では問1やっていきましょう。下線部分、16世紀のイギリスについてイギリス国教会を創設した国王を次の1から4のうちから1つ選んでください。回答番号は15番になります。でね、まずね、1番の選択肢武帝は、まあね、ちゃっと切ってください。どう考えても中国の皇帝ですよね。イギリス国教会、イギリスにおいてイギリス国教会って、もう2回もイギリスって言ってますからね。なのでこれどう考えても名前からして中国ですよね。現に中国です。はい、ではね、他の選択肢をね、まあショートしていこうかなと思います。2番、ルイ14世ですね。ルイ14世はフランス絶対主義時代の王です。フランス絶対主義の中でも一番王様の権力が強かった、絶対主義の中でも一番王様の権力が強かった時の王様です。太陽王とも呼ばれていましたが、まあね、晩年はね、借金を抱えてしまって、まあ絶対主義の終焉、つまりフランス革命を迎えていく原因と、ね、なった王様です。非常に重要な王様ですので、まあ覚えておいてください。で、2人目、あ、ヘンリー8世は4番ですね。ちょっと置いといて、スレイマン1世、うん、スレイマン1世、ちょっと格好がね、イスラム教臭いなって思った人はね、考えいいですね。頭にターバンみたいなの巻いてますしね。スレイマン1世も重要な王様です。オスマン帝国、もちろんこれイスラム教の王国ですの前世紀に、の王様です、ね、イスラム世界の代表格ですよね、オスマン帝国といったら。でその中でも、まあ、前世紀を誇った時の王様がスレイマン1世になります。で、まあ、最後ですね、ヘンリー8世は、まあ、宗教改革で、まあ、プロテスタントとカトリックという2つの、ね、キリスト教の、まあ、派閥が分かれていくわけですが、その中で、まあ、イギリス国教会、イギリスは司教法ということを、法律を制定することによって、まあ、基本的にプロテスタント側につく。そしてこの法律がどんな意味を持つかというと、イギリス国教会の長は国王ですよ、国王つまりヘンリー8世が教会の長になりますよという法律ですね。それまでは王様が教会つまりキリスト教の頂点に立つということはなかなかなかった。なぜかというと、それまでは全てカトリックしかありませんでした。つまりカトリックの頂点は教皇ですよね、王様ではありませんよね。それに対してヘンリー8世は、ね、プロテスタント側につくことによって教会の長になることができたんだと。まあ、それでね、まあ、統治にも役立てていく、そういうことになっています。はい、ですから、まあ、問1は、ヘンリー8世で、4番ということになります。で、名前から判断するのは結構大事かなと思いますよ、うん、ルイ14世、ルイっていうのは基本的にフランスの王様が多いです。ヘンリーは、イギリスが多いですけど、まあ、フランス多いので要注意ですね、これは。ただルイに関して言えば、まあね、世界史の範囲、高校世界史で言えばほとんどね、フランスじゃないかなと思います。はい、では問いの2番いきましょう。17世紀のイタリア、ホニャララ世紀のホニャララという問題ですね。さっきのもこういう問題でしたね。の様子について述べた文について適切なものを次から選んでくださいという問題ですね。で、何世紀の国名とか出てきたら、まず国名に注意でしたね。これも国名が分かれば、もうイタリアが分かればもうね、解けちゃうような問題です。で、1番、ガリレイにより地動説が主張された。これはイタリアの天文学者って書いてありますが、なんとなくそれを裏付けるエピソードがあります。ガリレイの有名な言葉に、それでも地球は回っているってのありますよね、まあ、あれが本当に言ったかどうかはさておいて、あれは裁判、宗教裁判において言った言葉ですよね。ということは、もちろんキリスト教の中でもカトリック天動説を主張したがる、カトリックが盛んな地域になければなりませんよね。その中でも代表なのはやっぱりこのイタリアですよね。なぜかというと、ローマがある、カトリックの総本山であるローマがある。で、ローマ教皇がいるという都市ですね。つまり、まあ、イタリアであるっていうのはなんとなくね、分かるんじゃないかなと思います。では2番、3番、4番、選択肢の消去をしていきましょう。2番、ビスマルクにより社会主義者鎮圧法が制定された。これは、ビスマルクが、まあ、どこの国なのかっていうのをね、理解する必要があると思います。でビスマルクがどこの国なのかというと、まあ、プロイセンもしくは、まあ、ドイツの宰相ということになりますね。で、社会主義者鎮圧法と、ベルリン会議っていうのは、まあ、同じ年に
開催されたり制定されたわけですが、まあね、それも語呂合わせがあるのでちょっと紹介しておきます。社会主義者鎮圧法は1878年、嫌なやつだよビスマルク、嫌なやつだよビスマルクと覚えてください。社会主義者鎮圧法、そしてベルリン会議に関してビスマルクがこれ1878年に開催しました。はい、では4番の3番ニューディール政策が制定された。ニューディール政策が制定されたっていうのはね、さっきやりましたよね、どこだっけな、世界恐慌への対策っていうところで、ニューディール、アメリカはニューディール政策を行った。イギリス、フランスはブロック経済政策、ドイツ、イタリア、そしてまあ日本はファシズムに走ったっていうのは有名なところですよね。しっかり覚えておいてください。ですから、ニューディール政策っていうのはアメリカであって、イタリアではないと。ですからこの選択肢も消去ができます。で最後ですね、4番ヨーム運動が行われたっていうのは、ヨーム運動が何なのかっていうのをね、理解していけば大丈夫じゃないかなと思います。ヨーム運動っていうのは中国が西洋の技術、ヨーム運動のようですね、つまり西洋の技術を取り入れる、そういう運動ですね。ただこれは完全な西洋化というわけじゃなくて、中国のね思想なんかを大事にしながら、西洋の技術を取り入れていこう、そういった運動ですね。このあたりも非常に重要なポイントです。ですので、ガリレイがイタリアの天文学者っていうのが、イタリアであることから、問いの2番の選択肢は、正解の選択肢は1番ということになります。はい、では次ですね、問いの3番、下線部分、19世紀後半のアメリカの様子について述べた文として適切なものを選んでください。19世紀のアメリカですね、つまりアメリカを探せと思います。アメリカを探せと思います。でアメリカに関して、これはね基本的なことで覚えてほしいことがあって、アメリカは資本主義の国です。で社会主義の代表的な国がソ連です。これはね基本的なこととして覚えてください。資本主義のアメリカ、社会主義のソ連、これをねまず基本として押さえておいてください。ですからね、選択肢でアメリカが社会主義になったとか、アメリカが社会主義的な行動をしたっていうのはありませんから、そういうところで消去していくっていうのが手です。ただ、まずはね、19世紀のアメリカがどんなだったのかっていうのはね、ちょっと今からやっていきます。19世紀のアメリカでは、基本的に北部と南部が対立していました。なぜかというと、まず行われている産業が全く違った。北部では商業を中心としていた。一方南部では農業を中心としていた。農業をやるのにもちろん人手が必要になりますよね。人手はあればあるほどいいですから。ですから、南部では奴隷制を存続したいと考えていた。一方で北部商業中心ですが、これは奴隷制には反対していた。人道的な観点があると思いますが、奴隷制には反対していた。つまりここ南部北部で対立が生まれてきます。ですから、このね結果として、はい、では次の面に移ります。お願いします。南北戦争というものが起こっていく。文字通りですね、南部と北部の対立です。結果としては北軍が勝利します。でこれが19世紀のアメリカの重要な点ですね。この中で、リンカーンがゲティスバーグの演説なんかを行ったりして、奴隷制を廃止していこうっていう方向に進めていきました。もちろんね、彼は奴隷制反対ですから、この北軍側の人間ですよね。でこれが分かってればいいんですが、消去ポイントですよね。消去ポイント、はい、ダンテが新曲を表した。ダンテはイタリアルネサンスの先駆けの人間です。ルネサンスじゃなくて、イタリアルネサンスと覚えておくと、もうね一発で消去できると思います。イタリアルネサンスですから、もちろんイタリアの人間ですと。でどの辺が先駆けだったかというと、彼は、ね、地方の言葉で詩を表した。新曲というのもトスカナ語という言葉で、イタリアの、ね、地方の言葉で表されていますが、そういう点で、先駆けとなったと言える。で、次ですね、マルクスが共産党宣言を発表した。マルクスは社会主義者です。だから切っちゃうっていうのもありだけど、基本的にマルクスがどこの国なのかっていうのもね、押さえておくといいんじゃないかなと。マルクスはドイツの思想家です。で共産党宣言を共に表した人に、エンゲルスという人もいます、エンゲルスプラスエンゲルスですね、この人もねドイツの思想家としてね有名です。マルクスとエンゲルスの協調を共に表したものですね、共産党宣言ですので、ドイツの思想家というのを覚えておくといいでしょう。
はい、では最後ですね。第1次5カ年計画、第1次5カ年計画、これは社会主義の計画です。どこで実践されたかというと、ソ連ですね。まあ もちろんこれはね、社会主義だから切るっていうのでありだと思います。では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 、で答えはですね、南北戦争で北部が勝利した。ですので、トシさんの答えは2番となっていきます。はい、ではね、時間も押してきましたが、問4に進んでいきます。よいしょ、下線部分、17世紀のドイツですね。ってことは、まあドイツを探せばいいと。ドイツで起こった出来事を1から4のうちから選んでください。回答番号は18番ですね。じゃあ1番からね、まず順番に見ていこうかな。1番、レコンキスタ。レコンキスタっていうのは、レっていうのは再びっていう意味です。コンキスタっていうのはコンクエスト、つまり征服ってことです。再び征服する、つまりイベリア半島、ヨーロッパのね西側ですが、イベリア半島っていうのはもともとキリスト教の領土だったのに、そこがイスラム教徒に征服されちゃった、わーって感じですね。でそれを再び征服しましょうっていうのがレコンキスタっていうことになります。ですから国土回復運動ですね。でこれを行えたのはイベリア半島です。でドイツって言ってます。ドイツはイベリア半島にはありませんというところから判断してもいいですし、レコンキスタが終わったのは、イベリア半島からイスラム教の国が消滅した、1492年ですから、まあね、年号的にも間違いっていうのでもいいかなと思います。で2番、第1回十字軍、これもねキリスト教とイスラム教との、ね、対立が関わってくるところです。これはまあ年号で判断するのが早いんじゃないかなと思います。第1回十字軍は人を送ろう十字軍と覚えてください。人を送ろうですから1096ですね。人を送ろう十字軍で17世紀って言ってますから、もちろんこれ違いますよね。で第1回十字軍を切ってください。で3番、三藩の乱っていうのは秦の時代の中国での出来事です。秦が北から中国を征服した、その後起こった反乱ですね。これが鎮圧されることによって秦はね割と安定した時期を迎えていきます。でもちろんこれは中国での話ですからドイツではない。でこれも切っていく。で最後に残ったのが30年戦争という話になります。30年戦争ってヨーロッパ全体の話じゃないのって思う方もいるかもしれませんが、これはね最初はドイツの内乱からだんだんとね世界ヨーロッパ全体へと広がっていった、そういった問題です。まあ、詳しく言うと米面、つまりボヘミアという地域の反乱から、まあ、プロテスタント、そしてカトリックの対立が絡んできて、まあね、30年間も戦争が続いてしまったという話ですね。講和条約のねウェストファリア条約も非常に重要なんで、ぜひ押さえておいてください。ですのでこれが正解ですね。ドイツの内乱から波及した30年戦争っていうのが正解で、答えは4番、問4は4ということになります。で、問い5番、これは難しいです。これはね今回の、24年の第2回の中でも、まあ、1、2を争うぐらい難しい。下線部、ロマン主義を代表する画家とその作品を1から4のうちから選んでくださいっていう問題です。でこれはまずリード文見てください。リード文からヒントがあります。ロマン主義は19世紀におけるって書いてありますね。19世紀におけるロマン主義って書いてあります。ですから、まあ、19世紀であることはなんとなく予想がつきますね。つまり、まあ、1801年から1900年ぐらいということですね。まあ、フランス革命が終わった後ぐらいかなっていうのを大体ね目星つけておいてください。でだとすると、まあ、年代的にね落とせるのが2番、ピカソのゲルニカ。これは1930年代のスペイン内戦ですね。スペイン内戦、つまり20世紀の話ですよね。20世紀の話をしています。無理ですよね。19世紀っていうのは20世紀の絵が描けるわけがないですよね。つまりこれピカソのゲルニカを落としてください。1930年代、つまり20世紀の話です。で、4番、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザ、これも落としてください。これはルネサンスですね。つまりダンテと同じぐらいの時代です。で、ルネサンスは大体ね大航海時代が始まると同時に終わっていきますから、まあ15世紀の末ぐらいまでということになります。そしてねあと2つ残りますよね。1番と3番、ドラクロワの民衆を導く自由の女神、そしてモネ作の睡蓮、この2つが残ります。これをね絞るのがやはり困難かなと思います。でここでねロマン主義の特徴っていうのを使って最後絞っていく。
ロマン主義っていうのは、まあ一言で言うと理想の追求、理想の追求ということになります。絵画の中にまあ理想を追求していく、つまりまあ微妙かなって思う人もいるかもしれませんが、民衆を導く自由の女神っていう作品を一目見て理想の追求だと思うか、まあ、睡蓮が咲いているのを見て理想の追求だかと思うかと思うかというと、まあね、自由の女神の方が理想を追求してるんじゃないかなと思いますよ。うん、まあそれが一番、まあ見てね判断するとしたらそうじゃないかなと思います。まあ覚えることは最小限の方がいいですが、これに関してはね、ロマン主義がドラクロは民衆を導く自由の女神って覚えていればまあ楽なんですけどね、まあなかなか難しい、うん、これは難しいです、なかなか正解できない。ですので、ロマン主義の作品は1番ドラクロは民衆の導く自由の女神ということになります。はい、ではね、6番最後やっていきましょう。この辺でいいかな。問6です。下線部分、19世紀前半のヨーロッパ、19世紀前半のヨーロッパの様子について述べたものとして適切なものを次から一つ選んでくださいというものです。1番、選択肢の1ですね。選択肢の1はノルマン人の活動が活発になった。ノルマン人の活動が活発になったっていうのは、つまり後々ノルマンコンテストという事態が起きていくという話ですね。ノルマンコンテストが起こったのは1066年ですから、まあ、それより前だということになりますよね。で、ノルマン人の活動っていうのは、まあ、大体、9世紀から、紀元後ですね、紀元後9から10世紀ということになります。ですから、まあ、19世紀前半というのは間違いですよね。で、2番、まあ、これはね、ヨーロッパなんで、ヨーロッパ、いずれにせよヨーロッパの活動なんで、ちょっと迷うかなと思いますが、まあ、2番、これは、2番は、すんなり落とせると思います。第2次、国境合作。国っていうのと共っていうのがありますね。つまりこれは国民党と 共産党っていうのを表しています。この二大政党がまあ対立しているっていうのを歴史を持つのはもちろん中国での話ですよね。中国、そしてこれはまあ第二次大戦、まあ、日中戦争が始まった時のことです。中国での出来事で、20世紀ですから、まあこれも間違い、19世紀前半ではありません。で、3番ですね。ウィーン会議っていうのは基本的にフランス革命のお片づけをしよう、そういう会議ですね。フランス革命が始まったのが、フランス革命1789年。まあ、いきなりバキュンと覚えていただければいいですが、1789年ですから、まあね、これが終わったら、うん、いい感じになるんじゃないかなと思ってとりあえず保留にしておく。ウィーン会議がフランス革命のお片付けで、最後ですね、第一次石油危機。これもね、落としにくいんですね。これは、第一次第一次、まあ、日本の内容に即して言えば、第一次石油危機に関して高度経済成長が止まっていきます。で、高度経済成長というのはもちろん第二次大戦後の話ですよね。ですから、まあ、そこ、第二次大戦後ってことはもちろん20世紀ですから、そこで落としていくっていうのはありですし、これは第四次中東戦争の煽りを受けて石油危機が起きています。ですから、まあ、第4次中東戦争を、ね、意識して、まあ、20世紀だなっていうのをで落としていただいても構いません。ただね、これね、非常にノルマ1番4番若干落としにくいんじゃないですかね。まあ、国境合作は割と落としやすいと思いますが、ですが、まあね、結果的にウィーン会議が起こったのは1815年ということですから、まあ、これはね、フランス革命後の片付けの話で、19世紀前半、1815年は19世紀前半で、ウィーンはヨーロッパですから、まあ、これが正解ということになりますね。はい。
ではちょっと長くなってしまいましたが、今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。